東京都のモニタリング会議で専門家は人手の増加がこのまま続けば感染の急拡大が起きる可能性があると危機感を示しました新規感染者の直近7日間の平均は12日時点で前の週のおよそ109%にあたる840人となり緊急事態宣言の発出から2週間以上経っても増加傾向が続いています 年代別に見ると、10代から40代が全体の7割近くを占めています。また、重症の患者はおよそ6割が60代以下で、高齢者以外でも重症化する人が増えています。一方、繁華街での人では、宣言の発出後から減少していたのが、ゴールデンウィークが明けてから増加に転じていることが指摘されました。 感染のピークアウトの見通しは立っておらず、感染力が強い変異ウイルスも拡大しているため、専門家は人手の増加が続けば感染の急拡大が起きる可能性があると分析しています。